さあこの変化なんですけど、これはね確かダメだった気がします。これはね居飛車が良くなる変化だった気がするんですが、まあやっていきましょう。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。へいらっしゃい、マサです。今日もね初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあこの変化なんですけど、これはね確かダメだった気がします。これはね居飛車が良くなる変化だった気がするんですが、まあやっていきましょう。普通まあよくここついてくるんだけど、角飛び出てきたら、おお、それは桂馬取るよ。で飛車ぶつけるんかな。でまあ取っといて、同角か同銀か分からんけど取っといて、そうね、ここでまあ継続してるのを生かしてどうするのか問題がありまして、そうねこれ難しいね角ここに飛び出してたらなんかここに飛車打つのがいいっていう話だったんだけど、この場合どうするんだろうね。なんか飛車打ったら金が捕獲してくるから、これ難しいよね。まあ一回自陣飛車打っとくのも手やと思うんだよね。むずい。なんか角交換してなんか荒い将棋にはしたくないんだよね。桂跳ねとく桂跳ねときますか。難しいね。この辺打っとくんかな。でもこれ先手じゃないよね別に。手番渡すよね。先手でなんかしたかったらまあ桂馬とか打つんかね。桂馬打ってここかここかに避けてもらってみたいな。ここ一応手はあるんか。あーこれ一回受けとくべきか。なんか受けとけってなんかじっちゃんが言ってそう。じっちゃんがちょっとね言ってそうな気がするんで、受けとこうかって話なんですが、これは多分合わせるかな。まあ合わして銀が活用できてどうですかと。歩とか合わしてきたらどうしよっか。まあ取ってくるの待つか。角飛び出しに対してはまあ桂馬とか取っとけばいいんじゃないかな。桂馬ブッチ歩桂、まあ大丈夫かな、大丈夫かな。ということで角交換、まあでも あんまね、なんかね、あの荒々しい戦いにしたくないんだよな。この歩が働いてないとするならば、ついていくのはあるかな。ついて、ついたときに、まあどうなのみたいな。そういう感じでいきますか。ちょっとわかんないけどね。これは金上がって力加えるんかな。こういって、取って、取っては、さすがにね、あれだし。さすがにあれだしっていう。あ、まあ桂馬でもいいけどね。桂馬切って歩桂打つ避ける取られる、まあ金かな。歩切れ桂馬打ったら切って切って切ってがあるからまあ金かな。わからん、これもしかしたらなんか良くなかったかもしれん。うん、まあこれはこうかな。まあ切ってくるんでしょうね。切ってきて一応飛車の打ち込みはここだけかな。飛車打って飛車打って、いや待てよ、俺飛車打ってこっちの方がいいか。飛車あ成り捨ててね、軽くね成り捨ててね。取ったら確かにここに打てるが、攻防で飛車打っとくべきんかな。まあこうかな。飛車まあ桂かな。
ここの飛車がなんか動いた時に王手飛車のラインがなんかありそうな感じもするんだが、まあこれは香車取っといていいんじゃないかな。まあ一回攻防で角打つか。いやでも角引かれた時に困るんだよね。これは飛車引かれた時に当たりになっとるから、まあでも歩切れだからやっぱ香車で狙っていくのが良さそうにも見える。香打ちます、寄られます、銀打ちます、取ります、なりますやから、このラインは大丈夫なのかっていうのはちょっと気になるんやけど。そうね、このラインが気になるのか。まあ攻め合うか、攻め合ってどうなのか。あとこれ角道開けたいよね。なんかここの角が眠ってるの多分良くないから、まあ取った手が取り返せないんでこれは厳しいはずなんだけど、あーまあこれ詰めろか。一応銀打って取られて取って桂とか銀とか打ってくる手が詰めろかって言われたら怪しいところがあるけど、まあでも受けないかんか。攻防手角打ちかな。角打って王手でここ王手しながらここに駒の利き増やそうと。でこっち逃げたらこの金がタダやから、まあ逃げるとしたら上か、まあ、でも銀打つとか。でも攻め駒なくなるからね、ちょっと難しいでしょう。寄ってくんかな。寄ったらでも切るか。寄って切って玉来て、いやでも切ったら今度ここは効かなくなるんか。寄ってなんかありそうないけどな。銀、いやでもそれはこっちでしょ。確かにここ詰めろなんだけど、瞬間大丈夫と見るならば銀打つべきかな。ここに銀打つ、いやーでも取ってくるよね。まあでも先手で受けときますか。角打ち、角に当てられるんかとなると、まあまあこうやって受けとくんか。では相変わらず金取りですよっていう感じなんですが、まあ桂打たれてももう一回銀とか引っ掛けとけばいいかな。か金寄って桂で金の時に飛車当たりですよってしといて、5分、一応詰めろやからこれは受けないかんくて、銀打って取られて取って銀打って金で弾く銀桂か。まあ、打ちますか。いや打つのがいいのか寄った方が良かったのかちょっと迷ったけど、早くね俺もこれ取りたいんだけど取らせてくれないよね。こっち避けそうなんだよな。小回りはどうなの、小回り的にはどうなの、駒得をしているのかいっていう。はあ、まあ一回ね、まあでもこれは金取るんじゃない。金取っ、待ってよく読む、金取るやん。取って銀の時に銀があるから銀がここに打てると言ってるのか。銀がここに打てる、下がる、取って取って銀下がる、飛車切る、こっち
セーフやと思うんやけどな。つまんと思うんやけど。まあこっち行きますか。でこれはこう取っといて、でうん、まあそれは取れるというか、まあ詰めろではないはずなんだよね。まあ取っても取り返してと金引いて下がって銀打って取ってみたいな感じで大丈夫やろこれは。今度はまあこっちが竜引いて、まあ金とか上がってきて金か、銀があれば引っ掛ける手があるんやけど、それはちょっとやりすぎかな。それはつまんと思います。まあ引いて、まあ銀打っても避けとけばいいよね。ここに銀打っても清算して玉の時に相手が金だけやろ。で打っても寄っといて大丈夫やろ。まあ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 、それは上がろうか。寄せがあればいいんだけどね。まあ普通に金取りますか。まあ金取るか。はい、ありました。先生の相手じゃないですよ。ちょっとね、序盤のところを詳しめに検討していこうと思います。はい、観察やっていこうと思います。今回ですね、居飛車対三間飛車のもう超急戦みたいな感じになりました。で、本部ね6手目で、まあ、仕掛けていった時に、まあ、703点ぐらいこっちがいいという感じで、まあ、全体的には俺の方がいい時間帯は多かったんだけど、まあ、ちょっとなんかいろいろ波はありましたね。藤井曲線みたいにこ うまくずっと有利を拡大するっていう感じじゃなかったみたいですね。で、何が起こったかっていうと、まあまあ歩ついて、でここまでは、まあ、多分過去の動画でも紹介したことが、まあ、変化になこういう変化になったことがあると思うんですけど、ここで、まあ、角をね5五に上がるのか、まあ普通にここに1個だけ上がってくるのかっていう違いで、まあ、結局桂馬取れて飛車交換になるんですけど、この時に角で取るか銀で取るかって感じですよね。5五角の時に5五角プラス銀だったら、まあここに飛車打って両取りかけて先手でどうかっていう感じだったんだけど、今回は銀でしたね。こうやって銀で取っといて、でどうすんのって思ったんだけど、8二歩が渋こう角をね5五出た時にこっちの香車取らせねえよっていう手なんでしょうね。渋で4八玉、まあ、こっちかこっちですよね。4八玉やろこっちよね。で3四歩ついてって書いてましたけど、いやでも洗いたたかにはしたくないからな。あほんで7二銀って上がってって、この打ち込みないよねってしといてからなんだね。まあ3八玉まではいきそう。でこっちも4二玉上がっといて、まあやっぱ角道は開けんよね。なんか荒い戦いにしたくないんだよね多分。でまあ早囲いで4八銀1四歩、まあじっくり囲い合いって感じですよね。ここの歩はちょっとじわっとしすぎて打てん。なるほどね。はい、20手目ですね。普通にね金上がりでよかったみたいですね。金上がりで次もう金で飛車取るよって言われて、まあ飛車交換を催促してるわけですね。で同銀で取っといて、まあこっちだけかなり手数かけてこう金銀使っていってるけど、まあ相手はなんか陣形がまだまだ整備されてないよねっていう感じですよね。ちなみに7二金に俺が気になったのは5五角とか飛び出してきたらこれどうすんの。これ金取るんかな。もうあ取っちゃうんだね。あ確かに。で取って取り返してきたら飛車走りがまた銀に当たっとるし、あこれはまあ金ん飛車と金の交換やからまあ悪くはないかな。で、7九金と寄ること、まあ7九金とか7九銀とか寄ることによって角の
角の負担を減らしたってことかな。で飛車が横におるから、まあ、7三桂跳ねて香取りを防ぎって感じかな。でこれやったら、まあ、相手歩切りやし、飛車金、飛車と金の交換やし、まあ、これはこっちがいいよね。はい、40手目なんですけど、同角、俺はね角で取ったんですけど、これね香成の方が厳しいね。確かに香成、例えば角取ってきたら竜が入れるんかな。あーしかも勝ちやし竜入って上行って金打ってなんかボロボロいけそうやね。確かに金打って取ったらこれ金下からべちゃ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 でいけるから取れないんですよね。これをそしたら今度は竜が入っていって2八竜で金打って上上がったら銀金で詰みやから、まあ、寄るんだけど、これも金打って清算して取って取って取って銀があるから下から打っといて取って竜ですね。これなんて詰みよこれが詰めろなわけや。取ってきたら13手詰めか。なるほど。はい、で相手の方がね60手目の竜で王手を見て投了されたんですが、まあここからは金引いて、まあブッチでいいのか。そっか飛車持ってるもんね。でこれ取るしかなくて、離して飛車打っとけば大丈夫かな。離して飛車打てば、まあ合駒は効かんからね。飛車打って上行って金とかでいけるかな。飛車打ってまあ合駒は効かないんで、まあ打っても一緒やね。結局ここに下がることになって、で角が効いとるからこれは金打ちまでの詰みですね、といったようなまあ詰み筋がありましたね。まあ切ってっていうのが浮かべば後手で詰むか。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、居飛車対三間飛車のもう超急戦やっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。おいしょ。